はい、自身 1000m 巻き上げます。お願いします。本日最後 600m から 1000m に移動してきました。 1000m に関しては久々です。落としてるとき懐かしさを感じたよ。あれまだつかない、まだつかない。この辺に関しては絶対大物でないときには反応ない。明らか重いからね。順調に500m のところでちょっと
マラヒーだったら暴れるかなっていう。ビクビクってなる。なんかが広がった。したら前も巻き上げられます。はい。なしですか。だいたい何メーターぐらいまで今巻いてる？今600ぐらい。600ぐらい。
最後の最後で 1000m 来たからちょっと釣り上げたいね。1000m はこんなに時間がかかるんだった。そう簡単に上がってこないですか。スカイツリーと東京タワー越さないといけない。可能性はある。620。時間は2時20分。
久々の 1000m。 私は電動なんでひたすら待ってるだけって。眠くなってきちゃう。別の意味の拷問みたいな感じだ。あと400ぐらい。はい。こっちは残り530。膝にも結構膝に乗ってくるから、膝への負担が。かかっているでしょうか。なんかでも重たい気もする。ただただ落とした時より抵抗感が増したと。1000メーター行くと分かりにくいんだよね、はい、潮の流れもあるから。茨ひげ忘れるのか。茨ひげ痛くなってる。大事な鍋の食材だ。はい。
俺の方は残り300。鍋の食材はゲットできるでしょうか。はい。まああと170、ちょっとだけスピードを遅めた。重みはありそう。なんとも言えない感じ。何か上がってくるか。あと何メーター？あと65。やばいっす。
い。上がってくるか。お、います。やつです。イワラヒゲです。下はなし。バラヒゲ出ました。ゲットです。おめでとうございます。